国内記念ということで、ね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。このハンデの G3、まあ、そして大雨で、ね、本当にやれるのかというぐらい馬場がもうすでにぐちょぐちょでなおも雨が降っているという状況なんですけども、まあ、一応、ね、予想の方はやっていきたいと思います。そしてそれだけ力がいる馬場になれば当然なんだけれども、まあ、ハンデの軽い馬から買っていくというような、ね、形の予想がまあ、的中への近道なんじゃないかなってことになってしまいます。どうしてもやっぱねそこの負担1キロ重いだけでもっていう差が、まあ、こういう馬場になればなるほど大きくなってくんで、まあ、こういう感じになりますよねということでね、今回これ、まあ、一応ねフェガム TV メインチャンネルの方で上げるつもりで準備をしていたものが、まあ、ちょっとね多忙によりという形でこちらでのアップになってるんで、一応ね消し馬も全部やっていき話をしていきたいと思います。そして今回はね3連複後藤ボックスで僕は買おうかなと、後藤ボックスならまあ大体当たるって言いますし、まあ、10頭立てでまあそれだけ買っておけばなんとかなるでしょうという腹積もりですね。そしてさすがにこの馬場状態だと1頭1頭のね超この誰も経験したことない馬場への適性みたいなものが求められる結果になってしまう。でそうなると、まあ、どう考えたって軸1頭決めてっていうのはリスキーだろうということでね、後藤ボックスで手堅く当てに行きたいと思います。まずはね現在前売り1番人気ダブルシャープ準オープン勝ったばっかり、まあ、その分金量54キロ、まあ、そしてこの時期のね洋芝札幌でコスモス賞勝ったんだっけか、その時はまだ地方のね所属だったよねというようなことを考えると、まあ、力のいる芝限度があるだろうけれども、そういうところへの適性もありそうだし、まあ、そしてね、まあ、筋量もこの中で軽い方の半分にも入っているっていうところも踏まえて、まあ、印は入れておきたいなというふうに思っております。まあ、そして8番人気ベロックスもこれなんかはね逆に消す理由はもうトップハンデこれだけでも構わないし、まあ、なんだったらこの馬のね一番の惨敗っていうのは去年の小倉の大昇天、まあ、そう考えるとね小倉への適性っていう面でもまあ不安が残る、まあ、今回はトップハンデってだけでね消しといてね、ここで負けたからってここ小倉適性ないとかって言って次でまた馬券痛い目に遭いそうな気もするから、まあ、まずはここはすごい不良馬場だったっていうのはね、今年の小倉記念で2021年小倉記念っていうのは、もうその前後の参考外になるぐらいのクソみたいな不良馬場だったっていうのもね覚えておかなきゃいけないなとは思います。まあ、そして3番のグランスピード、これがですね前走ダブルシャープと首差の2着だったんですが、そこでね負けたことによってダブルシャープとのハンデ差1キロが発生してます。まあ、そう考えると軸打つんだったらこいつかなという気はするんですが、まあ、紐で買える馬がそんなに多くないんでね、まあ、後藤ボックスにしちゃいたいと思います。まあ、金量差1キロが、まあ、1キロ1馬身で考えても逆転するし、今回はもっとつくだろうと、もっとね力のいる馬場になるだろうということを考えるとこれはもう買わざるを得ないですね。まあ、そして2番ファルコニア、まあ、早い昇級というかね、あれだったんですけども、まあ、それもでもね、持ち時計はいまいち、ポンポンポンと出世してきただけに、金量もられて、まあ、エプソムカップ3着ってこともあって、56まで金量積まれちゃうとね、この中では相当重い部類になります。55って金量でも重い部類だから消しと言わざるを得なかったんですが、まあ、この馬場状態だと、ハンデが重い方、まあ、それもねこの辺ダブルシャープとかグランスピードと比べて2キロ以上重くなってしまうとさすがに今回は買えないかなということで、もう本当にねこれは消しでいいと思います。まあ、そして10番スーパーフェザー、前売り5番人気ですね。これがね前走ダブルシャープグランスピードの3着ということで、グランスピードと比べてまあ金量差がそれぞれ4キロ軽くなって、まあ、カンカン泣きするタイプだったかな。スーパーフェザー結構軽い、ね、自身が馬格がない馬だけに、金量差は変わらなくてもグランスピードと比べてそれぞれ前走と比べて4キロ軽くなるっていうのは実はこの馬にとって有利に働く可能性はあると思っています。まあ、ただね
まあ、それでなくても1馬身に満たない、まあ、ダブルシャープ1番人気ダブルシャープとの金量差が、まあ、今回ね金量差1キロあることによっての逆転、これだけでもね買わざるを得ない馬かななんていうふうに思っています。そして5番湘南バルディ、まあ、前走3着で金量据え置きという形でね、重賞2着の実績がある馬が金量55キロっていうのはね非常に買いやすいところだと思います。まあ、56キロ以上はもう機械的に消して軽めの馬から狙っていく。ただねこれもね湘南バルディの55キロっていうのもまあ重い部類と見てね軽い方だけ買うって遊びもある。まあ、8番人気9番人気あたりのね馬を入れてこれを消していく。まあさすがにねあのいくらなんでもダート馬っていうのは狙いづらにしてもというような形でね、もうちょっと練っても良かったかもしれないですね。まあでも一応55キロで出られるんだったら普通の馬場状態だったらこのメンバーの中で力上位かなということで、まあ、少しでもねあのただの不良馬場もうボコボコとかそういう変な条件がつかない条件であれば、まあ、買ってもいい馬だと思います。そして9番モズ流れ星、現在7番人気、これね実は休み明け3戦目なんですよね。まあそしてちょうど狙いやすいタイミングでまあ準オープン3着からの臨戦ってことはスーパーフェザーあたりと同じ感じ、まあ、こちらね新潟での、オリンピック期間中だったかな、比較的メンツの揃う準オープンというふうに考えるとそこでの3着っていうのは価値があるものというふうに見なしてもいいと思います。まあ、それで53キロという金量なのであればまあねスーパーフェザーとかグランスピードあたりと同じぐらいのテンションでは買ってもいいのかなと。まあ、どうしてもねハンデ戦だけにこんだけ馬場状態が悪くなってしまうと軽量馬有利、ハンデの1キロ差が効いてくる。でそうなってくると浮上するのはどうしても条件馬たちというふうになってしまう中で、まあ可能ならばちゃんとしたオープン馬に頑張ってほしいなっていう意味ではダブルシャープとか湘南バルディあたりも印を一応回しておいてですね、まあこんな形の予想でやっていきたいなと。まあ、あの買い目としてはもうだから3連複の後藤ボックスという感じでね行きましょうか。まあ、軽めの馬大体抑えてますしねということで、まあ、こんな感じでね小倉記念今回はあのこちらのサブチャンネルふえがむスポーツの方で上げさせていただきました。まあ、通常だったらね重賞2つの時は2つ目まではあのメインチャンネルふえがむ TV の方で上げさせていただいているんですが、まあ、今回ねちょっとあの編集やってくれてる参謀殿が多忙で今週は1本にしといてくれということでね、まあ、1本でもね頑張ってやってくれたんですけども、まあ、そんな形でそれぞれやっていきますので、まあ、今後ともね両方のチャンネルよろしくお願いいたします。まあ、特に今週はね関ヶ記念の方が馬場が良ければ自信があったんだけどなと、馬場がまあ良ければっていうかね、まあ、そんなに渋らなければ少し不良馬場ぐらいの想定では予想してるんで、まあ、その辺も踏まえてね両方ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。